メッツプラススパークリングウォーターを紹介します。食事から摂取した脂肪の吸収を抑え、排出を増加させる。しかもカロリーゼロのようです。じゃあ早速飲んでみますね。お、結構炭酸水強めな気がしますね。私ね、炭酸水好きなんですよ。いただきます。結構強いですね。もちろん甘みもない普通の炭酸水ですね。すっきりして美味しいですね。結構きつい炭酸なので、まあ割っても飲め楽しめるぐらいいいですね。もちろん味もなくて、なんだろうな、なんかね、普通の強い炭酸以外にも、人工甘味料じゃないですけど、なんかね、滑らかな何か入ってるなっていう気がしますね。普通の強い炭酸っていうよりは、なんかちょっと違うぞっていう気がします。もちろんそんなまずいっていうわけではないんですけど、なんかね、人工的な味を感じますね。美味しい。ゲップが出そうになりますね。内容物は水。内容物は水と、内容物は水、難消化性テキストリン、食物繊維と炭酸です。このテキストリンっていうのが、このテキストリンっていうのがなんかね、人工的な味を醸し出してるような気がします。ということで、キリンメッツプラススパークリングウォーターを紹介してみました。なんか参考になればいいんですけど、最後までご視聴いただいてありがとうございました。コンビニで130円ぐらいで売ってました。コンビニで130円ぐらいで売ってました。何かの参考になればいいんですけど、最後までご視聴いただいてありがとうございました。